時刻は8時を回りました。<laughs> FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。5月、えー、23日、月曜日、えっと、マイワイシス、これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります、FM 小座のスタジオから、私、元山美久と、はい、おはようございます。山内がお届けします。<laughs> はい。美久。 はい。どうした <laughs> 山内さんに呼び出されました。<laughs> 急遽。<laughs> はい。朝から呼び出されまして、この元山美空、うんえー。新しいスタッフでございます。<laughs> はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、美くちゃん。<laughs> はい。もう、えっ、ー、とね、だいたいね、7時10分ぐらいだっかね。そうですね。呼び出したのは。はい。はい もう駆けつけつててくれてありがたいですね <laughs> 急ぎましたねあず<僕>さんは今日は大丈あずね、はい、ちょっとねあの歯の治療して、はい、それが思わしくないみたいで、はい、週末もずっと休んでたらしいあそうなんですねそうで昨日実は連絡あったみたいなんですよ夜、はい、だけど僕全然気づかずに、はい、あの夜は僕フットサルやってるんです 分かりますたってそれってあの室内のサッカーですねそうそれをやっていたらはいんと連絡が来ていたらしいということで今日の朝分かりましてあの子ねわざわざ朝来てたわけええ？あず。来ててでももう顔色も悪いしちょっとかわいそうだなということでもういいよっつって帰って帰ってって言ってはい ミークに連絡したというはい <laughs> まあミークがもし無理だったらもう皆さん悪いけど僕一人でやろうかなと思ってたんですよいやいや、うん、それもレアですけど、ね、<laughs> いやいやいや朝からおじさんの声はね一人は厳しいんですよ <laughs> ミークさんそう、ね、世の中的にそうみたいですかね <laughs> そうみたいですかねえと 今日は2時間生放送でお送りしていきますがそんなこんなで本当にね朝ちょっとバタバタしていまして、うんえー、大変だったんですが今日のテーマが、はい、ということを受けて今日のテーマは <laughs> 緊急事態ですはいかわいいエコーエコーになっていた <laughs> はい。 えー、いいですね、はい、皆さん、えー、緊急事態ということで、はい、何かね、その人生、何かしらの緊急事態があるはずです、うん、もうちっちゃいことでもいいですよ、はい、大きいことでも何でもいいです、緊急事態でメールください。はい、メールアドレスは アットマークでお願いしますはい、そして FM コザでは、ユーストリームとツイーキャスで映像と音声もネット配信しております。はいえーっとですね、はい、FM コザのホームページから簡単に見ることができますので、はい、ぜひ、ミークね、もうとっても可愛らしい声、朝一本当ですかうん、していると思います。ますそして、はいえー、可愛らしいですので、見た目も。 <laughs> 皆さんぜひ、えー、見てみてください。よろしくお願いします。はい、えー、早速コメント来てますよ。はい。下、えー、に山内さんより、はい、ミクちゃんの方がいいよ。<laughs> ああこのさっきの代わりに2時間喋るってやつですね。まあ、トータル的なことですかね。<laughs> <laughs> それは重々承知で僕はミク読んでますからね。今更ね言われてもね。困りますよね。<laughs> そうですかね。ありますね。はいはい、もう本当にこんな緊急事態ですので、ミク初めての前挨拶、うん。はい。緊張してますか。緊張してます。でもなんか逆に考える、うん、こう緊張する余裕があんまりなかったんで。そうですよ。もうやるしかないっていうやい。もうやるしかないという状況ですね。ミークさすがですね。うん、あのー、まあまあミクのね。 自己紹介とかもいろいろと話も聞いていきますので、うんはい、はい、今日は、えー、バタバタとして、えー、バタバタとすると思いますが <laughs> 皆さん2時間お付き合いよろしくお願いしますはいお願いしますそれではオープニングナンバーですミーコでストックオンユー 時刻は時刻は8時11分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小山のスタジオから私、ミクと。はい、山内がお届けします。ミク声可愛んん、声かわいいね、ほんとにね。なぜ <laughs> なんか喋るために笑うんです <laughs> いやいや、かわいらしいんだよ。だっていうの笑うっておかしくて笑うじゃないよ。この、なんていうのかな、うん、ほのぼのおじいちゃん。い孫を見てるおじいちゃんみたいな。<laughs> いそんなに話 そんな感じで僕はこのあれですね笑ってニコニコしていますん、はい、かちょっと間違えたかなって思います大丈夫です<え>もう間違いは気にしないでね <laughs> はい下2、えー、ヒニーが来てますよミクちゃん、はい、よく見ると松井玲奈みたいに可愛いい <laughs> いや<ー笑>例えが申し訳ないですそうなんですか、はい、松井玲奈僕はピンと一切ピンときませんがあの何でしたっけ SKE か ああ、もうその辺もう誰メーント、ね、<laughs> そうなんですね。はい、もうおじいちゃんなんでね。<laughs> ちょうど山内おじいってきましたね。<laughs> <laughs> はい、じゃあ天気、道路交通情報をお伝えします。はい、天気から。今日はですね、えー、5月23日。今日は曇り、ところにより晴れ。昼過ぎまで雷を伴うこと、とのことです。 波の高さが1.5メートルですね降水確率が朝6時から12時まで60%パー12時から午後6時まで40%パー午後6時から深夜12時までが20%パーセント、えー、60、40、20とだんだん、えー、降水確率低くなっていきますどうやら午前中昼過ぎまで雨とのことかなとのことですね気温がなんと28度 二十八度。この天気で二十八ってことは。じめじめむしむしですよ。むしですね。大変です。みくどうですか。みくはね、出身はどちらですか。出身が新潟県になって。います出ました。新潟米どころ。日本米だから。温泉所。はい。はい。色白ですからね。雪国で育った色白みく。あの、沖縄の天気どんなですか。 沖縄はでも梅雨はですね驚異的ですもうあの、湿気がすごいのであの、本当に本当にちゃんと掃除しないとカビ生えますしそうだよあっちこっちから車も生えるからね車も生えますか僕の車カビ生えてますよ。車の中ですよね何かえ怖いじゃあえそれは窓を開けたからですかうん、んなかね。 壊れていて、クーラーの水がジャバジャバ。助手席にジャバジャバ行くわけ。それで。梅雨じゃなくてもなりそうですね。あ、なりそうですね。はい。お、さすがですね。突っ込みもできますね。はい。え以上ですね。今日はですね、本当にあの、皆さん熱中症にも気をつけてください。え昼過ぎまで、発達した積乱雲の下での落雷や突風、 急な強い雨にも注意してください。よろしくお願いします。はい、えー、そしてそして、えー、っとですね、全国のお天気紹介していきますね。はい。いまえー、まずは、これは、ちゃんおかさん。山内さん、皆さんおはようございます。今朝の長屋は快晴。日中の気温は31度まで上がるそうです。 うわすごいねまだ五月なのに三十度ですね名古屋は名古屋暑いよねあ確かによく聞きますね名古屋行ったことあるないですあいや小さい時に思い出しました今あのおばあちゃんの兄弟が住んでてちっちゃい時に一回行ったことがありますゆかりがかなりあるじゃないですかはい中日ドラゴンズの試合を見に行きましたいいねはいどうだった 覚えてないんですけど、あのコアラの人形、ドアラちゃんの人形を買ってもらったのを覚えてます。うん、そうじゃない、ミク今いくつだっけ？うん、今二十三ですね。二十三、ちっちゃい時っつってもだいたい二十年ぐらい前なんだろう、はい。そうですね、十五年とか多分。でしょ？最近ですよね、はい。最近ではないです。<laughs> はい、えー、ちゃんこさんの続き。はい。あずお休みの中、山内さん一人おじさんラジオかと思ったら助っ人がいましたね。ふふ <laughs> ということですね。ありがとうございます。エヌイージー <laughs> さん、おはやさんです。今朝の横浜は快晴。<お>予想最高気温は28度、暑くなりそうです。うん、ということですね。やっぱあの本土の方も暑いみたいですね。今日はそうですね。全国的ですね。ね。えー、吉弘中村さん、神戸の天気は快晴。うん、最低気温は16、18度。最高気温28度。うん、雨降りません。ということで。 10度も差がありますねすごいねこれ<変>体調ね気をつけないといけんね、はい、サイガースさん那覇市は曇ってます現在の気温24度最高気温28度最低気温24度だよ、うん、那覇も曇っているえみ、ー、ちあうさん、うん、今日の富城、えーうん、焼肉あんあん上空はまるで斉藤さんだぞでおなじみの斉藤さんの頭にところどころえる紙のようにポツポツと雨が降っておりますこの後は 晴れ渡る。あ、失礼。晴れ渡るようですね。な <laughs> <laughs> んですかこの面白いたとえは。面白面白いたとえ上手ですね。はい。あのこの全国の天気ではですね、あの情緒的な詩的な素敵な,、うん、素敵なことを書く人たちはいたんですけど、はい、こういう面白いたとえは初めてですね。へー。はい。すごい。さすがユミっちゃ。<laughs> ありがとうございます。 ありがとうございます。えー、そして、えー、初登場ルードさん、うん、ルドルフ、ルドルフさん、ルドルフさん、うん、おはよう大阪は晴れてますよ、二十三度ぐらいですよっていうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、えー、ヒサニーさん、愛知の気温は、えー、昨日満月だった。えー、えー、らしいですよ。へえーね、見てなかった残念。愛知だけじゃね。 いや全然うかはい朝から暑いから晴れているよリオンリオ五輪決まって女子バレーおめでとうございますそ、うんとのことですおめでとうございます、はい、バレー興味ありますかありますありますあの中学校じゃなん中学校のこバスケじゃないなんだ <laughs> 中学校の部活でやってましたお <laughs> バレーはい<う>私は竹下選手に憧れてたんですけどあいいよねはい いいですよね、はい、この前さ、はい、僕風邪で午後からちょっとお休みした時があってはい何ですか <laughs> ごめんなさい <laughs> <laughs> マナーモードにしてなかったです <laughs> びっくりしましたねあのー、夜、はい、バレーの試合やってたはい対戦だ対戦タイとの試合対戦っていつでしたっけいつだったかな 本当にもう最後逆転した後に竹下のなんかヒストリーやってたわけ、はい、見ました私<た>っちもそれ見ました逆転したどうしたねしたあれね、うん、あれうんまあそんな時代があったなんて思わなかっただからよねあの人ね、はい、すごいずっとすごいと思ってきたね、うんはい、本当にしかも一回やめてたんだと思ってだからあんなちっちゃいとこ関係ないよ、ねはい、が 行けなかったんでしょうあんなにはい皆さんありがとうございます、はい、以上えー、全国の天気をお伝えしました続いて、はい、ちょっと長くなっておりますが道路交通情報まずは沖縄自動車道ですがえー、ーインターチェンジ付近で故障車上りですね出ています、はい、さらに金インターチェンジ付近下りでも故障車が出ています同じようなところで上り下りで 故障者が出ています皆さん、えー、通過する際は安全運転でよろしくお願いしますはいお気を付けくださいはい、続いて一般道<ん> <laughs> 鼻水が <laughs> すいません <laughs>、えー、沖縄市ですねちょっと長い渋滞が続いていますこれは小座十字路<ー>、えー、南向け長い渋滞続いていますうん <laughs> そして、えーっとですね、ここも長いな329号線、戸口交差点で渋滞、戸口交差点から石田にかけて、えー、両方、ですねこれは南北、北両方、えー、渋滞しています。また、えー、宜野橋前原で渋滞、金子交差点でも渋滞、えー、前原から大蛇名にかけても渋滞。 国道五十八号線牧美名とグスクマ間、えー、那覇向け渋滞していますまた国道五十八号線国体道路入り口でも渋滞続いております皆さん気をつけて通行してくださいはいお気をつけください、えー、今日のテーマ何ですか今日のテーマは緊急事態ですはいた <laughs> めてよあ、そうそうそう今日のテーマは何ですか緊急事態です はい、出ました。<laughs> 今日は緊急事態で皆さんメールお待ちしております。メールアドレスは、はい、761-at-mark-fm-koda.jp761-at-mark-fm-koda.jp までメッセージお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、それでは、はい、このコーナーいきたいと思います。皆さん元気に内縄口ラジオ体操でございます。 時刻は八時二十五分を回りました。えっ、ー、と、新聞ですよね。違います。<laughs> メールです。<laughs> すみません、すっかり。忘れてました。画面ですね。メールをいつ、ご紹介します。よろしくお願いします。はい。これはラジオネームは。コスモさんです。コスモさん。はい。はい、えー。山内さん、ミクさん、そして、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。 今日の札幌は晴れ予想最高気温24度<お>この季節にしては暖かい日々が続いています毎日バイクに乗る私にとってはやっと単車の季節になった実感をしていますなるほどはいそうですねいいね爽やかっぽいなそうですねいいですね単車わかります単車ってバイクですよねバイクです、うん、バイク乗りなんですよこの人沖縄に来てもねバイク乗ってからにへえあ,<ー>あちこち、ねうん、今は札幌に住んで そう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 よく来るんですよああそうなんだすごい札幌とかバイク出したら気持ちよさそうですね気持ちよさそうだね何にもないんでしょ札幌は都会かもしれないですけど北海道って北海道ねもう広いって言いますもんいいな北海道行きたいなあいいですねじゃあ続きますえっとお題は緊急事お 私の場合、うん、仕事柄、具合の悪い方々に出会うので、毎日緊急事態かな。出ました。出血が止まらない。糖尿病で低血糖を起こし、意識消失とか。お<う>季節の変わり目、皆さん健康には注意してくださいね。リクエストは、デビー・ギブソンのロストイン・ユア・アイズをお願いいたします。わかりました。はい 追伸ミクさん前話室の放送頑張ってくださいということでありがとうございます。はいありがとうございます。しかもこの人医療関係なんですよ。すごいんですね。すごいね確かに、うん、医療関係特にその現場の方々は毎日あれだはずね,ね緊急事態そこでまた慣れてたらダメですもんね。そうだね、はい。いいこと言うね。<laughs> 本当ですか。 僕らもね緊急事態が多いような職場かなとは思うんですけどそうですかねそうでもないですか緊急事態ラジオで音が止まったりで,でああそれは確かにいつ起こるかわからないっていう,うみんなバタバタするじゃないですか <laughs> はいのがありますねねえー、びっくりした <laughs>、はい、完璧かなと思ったら違いますよ <laughs> 続いて、はい、えーえー、っとね今日フェイスブックの動画皆さん驚かれたと思いますがつ、うん、カピーなんですよ そう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  <laughs> ええ塚 P からお手紙切ってますよはいはい,さい久々にこの朝の挨拶で始めたいと思います、はい、山内さんミークさん今日のテーマ「緊急事態かっこハプニング」<laughs> 週の始め朝 FM 小座へ出勤したら山内さんしかいない <laughs> ハプニングだよ <laughs> FM 小座のリスナーさんお休みの人は朝 FM 小座に集合してみてはいかがでしょうか はい、ということですね。5月もあと少し楽しんでいきましょう。ありがとうございます。はい、スカピーねいつも来てくれるんですよ。あ毎日ですか？毎日えっ、ー、とね<構>そうそう仕事が休みとかあるいは来れる日とか。あすごい、うん。結構来てくれるですね。さっきだって外でのど飴もらいましたよ山内さんの分も。さすがいつも喉飴あげるわけよ。あそうなんです、うん、やっぱ喉こういうのもらうとなんか。 気にしないとなって思いますよねミクもこれからね表にも出ていくんで気にしましょうねまあも,ちもちろん僕もなんですけどそしてえあと1つ来てますねここで紹介しますおはようございますラジオネームガンダムファイターアルゴガラスキース今日はツカピーさんの前足なんですかかっこ笑い山内氏は週の初めから羨ましがれれるくらいダンディーですお、ね、お ど何でいいですかおミークさすがそんなあんな口を言ってる僕は <laughs> あんな口って言わんでいいのに <laughs> 2日連続で4時間睡眠だったんで昨日の9時間睡眠はいい感じでしたよ目覚めもアラームなしっていいですねテーマ緊急事態今はプチ緊急事態トイレ行きたいです昨日はバスで トイレきたたくて緊急事態だっな朝からトイレ話もなんですが言える範囲でトイレ緊急事態話ありますかということではいどうですかミックス私あります2月に一回地元に帰ったんですけど寺泊っていうカニがおいしいところがあってそれが結構田舎なんですけどそこに行こうっていう話になったんですよで高速道路で普通に降りて でちょっと経ってから、あ、なんかトイレ行きたいんだけどよ、寄って、みたいな、お兄ちゃんが迎えに来てくれててたんで、寄ってもらおうと思ったら、うん、なんであと5分早く行ってくれなかったのって言われて、おーおー <laughs> そこから30分あの、本当にコンビニもスーパーもないところだったんで、<ー>もうずっと我慢してました。トイレ向かって行きたいって言って、普通の下,下道です。 三十分なんもないももう田んぼしかなかったです田んぼでやればいい嫌ですよ嫌ですかちょっと焦りましたけど大丈夫でしたそうですよね山とかないの山えもう山の中を山を一個越えたみたいな山ぐらいで山で一回やっとくのもあれだよ手だよないでしょ一回も基本はいや <laughs> はいということです。はい、トイレ緊急事態。僕もあるのでね、うん、後でちょっと話したいと思います。それでは1曲いくぞ。はい。えー、サカナクションでミュージック。 時刻は八時三十九分を回ったところでございますこのコーナーこの時間は琉球新報沖縄タイムスより記事を紹介していきますはい、はいえー。それではまず一つ目の記事ごめんなさいもう FM 小座の記事なんですが、はい、今日なんとタイムスの地域面に、はいえー、FM 小座出ておりますはい。密かにね名句が写ってるんですけども <laughs> スタッフの、えー、FM 小座県議選特番 沖縄,市沖縄市区候補予定者が持論ということでね、はいえー、これは15日に行われた FM コ座のこの県議選スペシャル特番の様子を記事にしていただいたものでございます、はい、FM コ座の県議選特別番組「沖縄市の未来を担う」に,になってるな「占う」なんだけどね <laughs> <laughs> 生放送が <laughs> 15日 市中央の同スタジ,アムスタジオであり沖縄市区の立候補予定者5人が出席して子育て教育や中心市街地活性化などについて意見を交わしましたとのことですありがたいですねみーくんもあの、はい、特番参加して参加してすごかったですねすごかったなんか緊張した緊張 <laughs> うんした しましたね。割と緊張感あったよね。最初ね。はい。それ掴むまではちょっとはあみたいな <laughs> ね。最後らへんはもうなんか普通にすごいなって思って見てました。ああ、いいですね。はい、まあみくんもあれ住民票持ってんのあ、こっちです。沖縄県はしえっとに変えるところです。<お> <laughs> 最近引っ越したので、じゃあね。<laughs> ぜひあの何、ー、て言うの？あれを参考にして。 選挙行っていただきたいなと思います、はいえー、県議選ちなみにですね県議選の投票日は6月5日来春来月の、えー、5日日曜日となっております、はい、ぜひ皆さん投票に行きましょう、はい、続いて同じく、うんえー 琉球新報じゃない沖縄タイムスの地域面からですね、はい、沖縄市に0 0万円中本工業が寄付とのことですで被災地にも10万円寄付したそうです、うんえー、中本工業の中本豊社長らは9日沖縄市役所で市社協と共同募金に寄付をしました中本社長は亡くなった母の遺志を継いで市の 社会福祉に役立ててくださいと託しました中本工業はえー、と被災地にも熊本の被災地にも10万円を寄付しました桑、はい、井社長市長は市の福祉促進に役立てたい被災地にもしっかりと届けたいと話しました、えー、続いて琉球新報これはね、えー、地域面沖縄市 えー、地域清掃服に命名権、商店街と企業、タッグを組むという話ですね。はい、これすごいですよ。うん、沖縄市中央パーカーベニュー通りで日々行う清掃活動の制服命名権、要するにネーミングライツ権、ーノーミングライツですね、ネーミングライツの上渡式が、えー、19日行われました。はい、制服に刺繍で地域に貢献、上場工業の 企業名を入れました。<ー>上条工業がそのネーミングライツを取得したということですね。<ー>地域事業で使う制服の命名権を優勝状とする珍しい企画で、<ー>市センター商店街振興組合の浜比が進む理事長は、小座新金スタジアムの命名から、命名権からアイデアを拝借したとのことです。 はいすごいですね、これ本当面白いですよ、この写真も。えー、皆さん、ぜひです、ね、琉球新報の地域名を見ていただきたいんですが、見て、これ、インパクトあるんじゃないああ、本当だ、つなぎで、そうそうそう、オレンジのつなぎで、後ろに、えー。黒い文字で書いてますね。 いやーいまだ会ってないかもしれない色脇さんはいその人の背中に「上、え、条、ー、工業」との文字が入るとのことですごいですね、えー、それではすごいはいそれではえっ、ー、と最後ですねはい「沖縄タイムス」の社会面からです <laughs> はい「と象の竜華娘と誕生日祝う子供の国大好きなケーキペロリ」ってこれは言わなくてよかったかもしれない、うん、どっちでもいいですよはいえっ、ー、と 沖縄市の沖縄子供の国で22日、インド像竜花の16歳の誕生会が開かれた。親子連れなど100人以上を前に、1歳の長女竜花と、竜美と姿を表した竜花。果物や米、黒糖、紅芋などで作った特製ケーキを贈られ、歌で祝福されると、鼻で持ったタンバリンを鳴らして喜びを表現した。 竜花は2000年5月22日にインドで誕生。2007年にはオスの竜人と共に、竜人竜人竜、急の竜に人ですね。竜とじゃないか。竜とですかね。失礼しました。オスの竜とともに子供の国の一員となり、2015年3月には竜尾を出産した。体重は2400キロ。 ゾウの16歳は人間でいうと20歳ほど、うん、飼育員からは若いお母さんと紹介されたということですはいありがとうございます今子どもの国がね、はい、すごい順調でんこんなえて赤ちゃんベビーラッシュ、えー、迎えております、はい、ぜひ皆さん、えー、子どもの国行ってみてみくださいはい、はい、以上、えー、琉球新報沖縄タイムスの記事を紹介しましたはい 時刻,時刻は8時46分を回りました、えー。今日は何の日のコーナーをお届けします。はい、今日は何の日のコーナー、えー、ジングルもあるんですよ。はい、ちょっと待ってくださいね。はい。それではこのコーナーいきます。はい。今日は何の日? <laughs>。はい。はい。可愛い,いでしょはい。可愛い,いですね。<laughs> はい。えー、それでは、それでは。 ままずは沖縄手帳から紹介します、はい、5月23日、今日は昨日、えー、とみの日だそうですよ。旧暦の4月17日。あ僕の誕生日ですね、旧暦の。うんえー、今日は大潮。大潮。大潮。はい。ピンとこないミックでございます <laughs>、えー。満潮が7時31分と、えー、午後。はい 8時38分。午後8時38分ですね。うん、そして、館長が、えー、1時43分。これは、午前中ですよ。午前中じゃないもう夜中。あ、夜中。うん。1時43分。もう過ぎたね、だから、はい。そうですね。はい。えー、午後2時8分でございます。はい、えー、今日ですね、恋文の日。ラブレターの日。おお、ロマンチックですね。いいすロマンチックですね。<laughs> はい。以 <laughs> 上。何 <laughs> で,、えー、ですかこれ。沖縄手帳からお送りしました。お知らせしました。はい。そして、ネットからも、えーはい、ありますよ。今日はね、キスデーだそうです。えぇ、ー、あえじゃそういう日なんですか、ね、このイチャイチャする日っぽいやつは。<laughs> えー、はい。えー、なんでキスデーかというとですね、はい、日本初のキスシーン映画。 二十歳の青春が封切りされた1946年の今日だそうです<ー>これね日本初の寄進っつっても本当にチューらしいですよチュー本当本当だけど<ー>すごいみんなやっぱ珍しいっつって見に行ったみたいですね、はい、へえすごいですねそれでその今日は何の日になるっていうのがすごいなんかすごいですよねキスディーだってはい、はい いいですね、えー、皆さんいっぱいちゅっちょしましょうね <laughs> はいえー、っとですねすごいですよはい東大寺大仏の頭が5月10日と11日の地震が原因で転落した日えっ、ー、855年すごいねじゃあ奈良でもそんな大きい地震があったってことですよね,ねえっ、ー、頭があって <laughs> 頭がポコッと取れるか <laughs> そんな しかもこれ気楽に残ってるのがすごくないはいすごいですね。ね。え。続いてコペルニクスが地動説を発表した日1543年地動説地震ってことですか違いますよ。分かりますか天動説と地動説があって分からないです。えっとね昔はほら月がこう行くでしょあはい。 天が動いているって言われてた<ー>だけどこのコペルニクスさんが「はい、いやいや違うよ」と「地球がこう動いてんだよ」って言った日ーへえそうなんですねはいえー、こんなもんかなあえー黒,沢えー、黒沢明監督の「影武者」が23回カンヌ映画祭グランプリを獲得すごいね<ー>1980年の今日だそうです 35年くらい前です、ね、そうですねすごいカンヌはね渋いんですよ僕カンヌで撮った映画は好きです大体<ー>あのアカデミー賞は当たり外れがあるんだけど、はい、こう言っちゃなんですが <laughs> <laughs> 個人的に好き嫌いが分かれる感じですだけど、うん、カンヌはね結構渋いところいつも行くんですよへえそうなんですね、うん、それでは誕生か 草の芽。<laughs> 草の芽草の芽っていう花があるんですかね <laughs> う<ん>、えー。花言葉。初恋の思い出。今日はそういうロマンチックな日ですね。なですかねロマンチックな日なのにテーマが緊急事態と。<laughs> 初恋とかにしておけばよかったね。<laughs> ですね。あ、でもすごい可愛いいですよ。草の芽って英語にすると、リーフバブズになるみたいです。うん 可愛い子んかわいくない。いいなと思ったんですけど。うん、ああ、五感があってこと。はい、だって、なんかリーフバーブってことは、赤ちゃんってことですよね。うん、あ、そうなんだ。え、バブって赤ちゃんじゃないですか。違うんですか。勝手に思ってるだけかもしれない。<laughs> あ、そうなんだね。<laughs> あ、あのね、普通の。<laughs> はい、目、なんだろう。これ、草の目って。わかんないっす。 一応今調べたんですけど <laughs> 普通に植物ですね。葉っぱですねという感じでよろしいですかね。はいえー、以上「今日は何の日」をお送りしました。 ここで一曲をお届けします。カプセルで。アナザーワールド。 時刻は八時五十六分を回ったところでございます。はい、えー。今日のテーマはミクなんですか。はい。今日のテーマは緊急事態です。<laughs> はい。緊急事態ということで、はいえー、皆さんメール募集しております。はい、はい。早速イみちョンさん来てますね。はい。メールいただいて読める読む。はい。オッ読んで。<laughs> はい。 え、ゆみちおじさんからです。はい、皆さんおはようございます。お,<い>おはようございます。あれ、アーズ休みなの？また彼氏 b とイチャイチャして寝坊した。寝過ごしたかと思っていたら、歯の治療で大変だったんだね。そうなんですよ。早く良くなりますように。もう顔色悪くてね。かわいそうでしたね。わざわざ来てくれて来てくれたみたいです。うん。 おピンチヒッターはミークなんですね。うん、そうなんです。そういえば誰かに似ていると思ったら、スピードのヒロに似てるなああ、似てるね。<laughs> そうなんですね。初めて言われました。うん、まだお会いしていませんが、近いうちちらみ。近いうち。<laughs> 来てくれるってことですかね。来ても、だから、仲間で来て挨拶するかわからんよ。ああこっち通って。 ミークだけチラッと見つけ名だからそうなんですねはいまあでもお待ちしてますえっとですね、はいみちょさんのメールの続きは後ほどまた読みたいと思いますね、はいえー、テーマ緊急事態でまだまだお待ちしております、はい、メールアドレスは761「@FMCOSA.jp 76」「761」「@FMCOSA.jp」までま メールお願いします九時は、えー、ハイサイ沖縄シティ今日はですねはい、えー。珍しく山内とミイクがミイクでも原稿ないよね <laughs> ないですあじゃあ僕がお届けしようかなははい、はい。いそして後半はゲスト今日来るのか来ないのかどっちだっていう感じの迷わす <laughs>、えー、まだまだ続きますので九時台も皆さん優しく逃げーさびらー、はい 時刻は9時を回りました。この時間は、ハイサイ沖縄シティをお送りします。沖縄市の提供でお送りいたします。それでは、後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか。保険料を滞納すると、最速手数料や遅延金が、延滞金が、 加算されるばかりではなく非保険者証の切り替えの際だいたい例年7月頃だそうです、えー、切り替えの際に短期証の交付となる場合がありますので保険料の納め忘れのないようにご注意ください口座振替による保険料納付をお勧めします後期高齢者医療保険料を納付書で納められている方も ぜひ、口座振替をご利用ください。ご指定の口座から自動的に保険料をお支払いすることができますので納め忘れもなく安心便利です問い,で、えー、問い合わせが「国民健康保険課後期高齢医療係」までお願いします。 続いて身体障害者手帳などをお持ちの方へ軽自動車、えー、軽自動車軽自動車税減免制度のお知らせでございます身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳精神病者手帳のいずれかをお持ちの方 手帳などを持っている方と世帯が一緒の方手帳などを持っている方と世帯は別だが整形は一緒の方単身で生活する身体障害者などを常時介護している方手帳を持っている方と運転者の世帯が違う場合は福祉事務所長が発行する 生計同一証明書または常時介護証明書の提出ができる場合のみ減免申請の対象となりますのでご注意ください申請に必要な書類が1番身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳染症病者手帳 そして、えー、車両検査証、運転する方の運転免許証、印鑑、これは認め印でも大丈夫です、納税通知書、マイナンバーの通知カード、または個人番号のカードですね、申請期限が5月31日火曜日までとなっております、問い合わせが市民税課。 えー、内線が32563258となっています続いてマイナンバーカードの休日交付を行いますお仕事などで平日に市役所へ来られない方は休日交付をご利用ください休日会長日 えー、過ぎましたね5月15日だそうですごめんなさい続いて災害見舞金申請のお知らせでございます火災や台風などにより住家住家みが えー、住宅が全焼かっこ半壊半焼半壊床上浸水した場合は災害見舞金が支給される場合があります支給基準などについてはお問い合わせくださいお問い合わせは市民生活課、消費生活安全係となっております 続いて、えー、高齢者の肺炎球菌予防接種のお知らせでございます。市内在住の対象者で肺炎球菌予防接種を希望する方、一部公費負担で予防接種を受けることができます。平成28年度の対象者は、 えー、65歳から100歳までとなっております実施期間は平成28年4月1日から、えー、29年来年の3月31日までとなっております <coughs> 失礼しましたえ実施場所が指定医療機関 接種料金が自己負担3000円ただし生活保護受給中の方は自己負担はありません接種の回数が1回となっております問い合わせが子ども相談健康課予防係までお願いします続いて沖縄県議会議員選挙の 投票日、6月5日月でございます。投票時間が午前7時から午後8時まで持参するものは投票所入場整理券また入場券がない場合は身分を証明できるものをご持参ください期日前投票については投票日当日仕事や 旅行レジャー観光総裁などの理由により投票できない方期日前投票を行うことができます投票入場整理券をご持参くださいこの期日前投票ですが場所は沖縄市役所地下1階入札室期限が5月28日土曜日から6月4日土曜日まで1週間となっております 時時間が午前8時半からら午午午後後8 8 8時時時まままで、で前8時半から午後8時までとなっております。また不在者投票について仕事や旅行などで市外に滞在されている方や入院中の方など投票所で投票ができない方は滞在先で不在者投票を行うことができます。 不在者投票を行うためには、事前に手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先ですね。えー、選挙管理委員会事務局となっています。内選2057でございます。ハイサイ沖縄シティ、えー、この時間、この番組は沖縄市の提供でお送りしました。 ここで一曲お届けします。コスモさんのリクエスト、デビィー・ギブさんで、Lost in Your Eyes! 時刻は9時15分を回りました。9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小山のスタジオから私ミイクークと。はい、山内がお届けします。<い>よかったですね、皆さん。やっとあの、可愛らしい声が回ってきて。<laughs> たった10分ですから大たった丈夫ですよ分。はい。はい、ではここで沖縄地方の天気、道路交通情報をお伝えします。はい。まずはお天気から。 うんえー、5月23日、はい、今日の沖縄地方のお天気ははえー、雨のち晴れ日中の最高気温は28度です、うん、はい以上お天気情報です。早いな <laughs> <laughs> もっと細かい見方があるんですそうそう下の方にねあ沖縄地方ではそ <laughs> そうそう、23日昼過ぎまで発達した赤ラウンの下での落雷や突風 うん、急な強い雨に注意してくださいということですね、はい、でもっと詳しく言うんだったら、はい、例えば23日の沖縄地方は、引き続き梅雨前線の影響により、曇りや雨で雷を伴うところがありますよということですね。すすごいみたいたですねね今今今日はじゃあ今日はは、ね、のところ、はい 沖縄市内ではそこまで感じないね。今からかな。はい、一気に降りますからね、本当に。うん。びっくりします。ですね。また、えー、強い雨の場合は土砂災害にも気をつけてほしいですね。はい、えー。沖縄市周辺、北中菊水とかね、特に、えー、土砂の緩いポイントがありますので、えー、はい。ぜひ皆さん気をつけてくださいよ。そうですね。ずっと雨も降っているので、はい、気をつけてください。ね はい、えー、続いて道路交通情報をお伝えしますまずは沖縄自動車道ですが、えー、金インターチェンジ付近上り下りで故障者が出ています金インターチェンジ付近の上り下り両方でですね故障者が出ています皆さん気をつけて通行してくださいまた、えー、工事の情報あります、はい、西原インターチェンジから那覇インターチェンジにかけて、えー、上り工事があります 西インターチェンジから那覇イ,インターチェンジにかけて工事のため規制中となっていますまた沖縄北インターチェンジから一軒とバス停まで、えー、こちらも工事のため規制中これは上りですね、はい、沖縄北インターチェンジ先で工事のため規制中となっています、うん、はい皆さんぜひ安全運転でお願いします、はい、また、えー、一般道ですが 今の時間目立った混雑渋滞沖縄市内はありません、えー、スムーズに流れている模様ですがねこ交差点で南向け若干渋滞国道58号線牧港付近で那覇向け渋滞が起きています、はい、以上道路交通情報そして天気予報をお伝えしましたがはい スタジオから見えるお天気どうですかミークさん。えっと、曇りなんですが、ちょっと雲の切れ間から青空が覗いています。マジではい。あの、あっちの奥の方。え、なんかでもどうなん降りそうっちゃ降りそうですけど、晴れそうっちゃ晴れそうっていう。降りそうっちゃ降りそうだけど、<laughs> 晴れそうっちゃ晴れそうという。えー、まさに、この。はい <laughs> パーソナリティーな風の天気ですね。<laughs> そうですね。<laughs> そうですね、はい。難しいですね。難しいですね。も晴れそうですやっぱり。えめっちゃあっち晴れてきました。マジで。はい。晴れるといいですね。はい、そうですね。はい<れ>、えー。それでは本当に以上天気道路交通情報をお伝えしました。はい。 はいそれではメールをいただいて,いだいてそうです今日のまずはねメールテーマは何ですかはいまずはテーマあ待ってよ、はい、間違って <laughs> なんかジングルが流れてた、ね、ジングルが流れてきまた、ね <laughs> えー、今日のメールテーマは何ですかはい緊急事態です <laughs> はい可愛い,い <laughs> はいなんかちょっとまだエコーなれないって恥ずかしいです <laughs> じゃ緊急事態って言ってごらんせーの 緊急事態そうですね、こっちのがいいですね。はい。ということで、メール。先ほどね、えみっちゃおじさんの続き。はい、さっきまでちょっと続き読ませてもらって、その後なんですが。さてさて、テーマトーク、緊急事態。おじさんは雨の日や寒い日はすぐお腹がゴロゴロするわけさ。雨の日も天気によるんですかすごいね。 だから仕事中は大変です、うん、飛行機に乗せる貨物のバランスを考える仕事なんで、うん、飛行機が出発間際に機械の故障や落雷エンジンに鳥を吸い込んだりでちょいちょい戻ってくる時があるわけさ、えー、そうなんですね、うん、だからこんな緊急事態には貨物と人を次の便に振り替えたりしないといけないから大変です、えー、そうなんだね、うん、すごい仕事ですねでうん それに加えて、おじさんのゆるいお腹がゴロゴロ緊急事態を発令したときは、もうパニックです。<laughs> そんなときおじさんは、両足をクロスして立ち、お尻の先端をキュッと締めて、冷や汗ダラダラで仕事します。仕事を一息ついたら、おじさんは内股で、足早にトイレに書き込めます。社員が多いので、たまに一回も二回もトイレが満席の場合があるので、 そんな時は3階にある役員が入るトイレに駆け込みますがこれまた重役がいたら緊急事態はピークに到達しますね <laughs> 朝からトイレの話ですんませんと <laughs> いうことでご覧、はい、いただきます。やっぱり緊急事態トイレの話が多いですね <laughs> そうですねなかなかね、うん、トイレ行きたいって思って行けるようなお仕事ってあんまないのかなそうですね,ねオフィスワークだったら大丈夫か 俺はですね朝このミキサーしてるときに前わ室で前わ室だけじゃないけど朝朝儀乃湾でもねミキサーやってるときにトイレしたくなってもう本当にやばかったわけだからもう最悪さ最後まで一応我慢してあと残り5分ぐらい はい、もうでも全然もう我慢できないわけさあとあ<ー>もうちょっともうん、なんならもうちょっと出てないかなぐらいの話なんですよ <laughs> めっちゃピンチですねめっちゃピンチですスタジオで漏らすなんて前代未聞じゃないですか <laughs> そんなことやりたくないんですよ僕は、はい、だから曲にして、はい、あとメール読んどいてっつって<ー>もうミキサー操作もできないそのパーソナリティさんなんで<ー>読んどいてっつって <laughs> で一旦終わらせて来ようと思ったらその時にちょうど早めにスタッフ来たからすぐ「はい、ちょっと来て」っつって変わってもらいました <laughs> 危なかったですわあギリギリセーフっていう、ね、このさトイレのこのあれって嫌だよねそうですね,ね、うん、怖いですからね怖い <laughs> 恐ろしいですよねももう僕これ何度も トイレつながりでいいですか何度も話したんですけどこっちで僕高校生の時におしっこしててプーしようと思ってプってやったらちょっと出た OK それは言っていいんですかあるんですかね高校の時だからねまあ高校の時これこそ緊急事態じゃないですかもう出てるんですよわかりますもうあの なんて、事件が発生してるんです、ね、発生してるんですよね。<laughs> ズボンでもう丸わかりだわけ。うん、うん。あもう分かっちゃうんですかわかるわかる。<laughs> あもう、やっばと思った <laughs> 僕、翌日から、うんこくんっていうあだねになるじゃないですか。ああ、学校だと学校でバレたら。だからもう、どうしようと思った <laughs> もうすぐね、<laughs> はい。普通は俺、 帰るとき、相対するときとかは、ちゃんと言うんですけど、友達とかにも。もう俺今日帰るって言って。もう何にも言わず、誰にも言わず、帰りました。タクシーに乗ってしかも、バスだとやばいでしょああ、そうですね。うん。まあタクシーもやばいけど。うん、でも一人。そう、一人。かわいそうに言って。そうそうそう。もうあのタクシーにね、本当に謝りたい。あの、

はいはいでですすかそうね緊急事態ですね私はですね旅よく旅行というかどこかに行ったりすることが多くて放浪のそれこそ新潟にいる時はもう電車ですぐ東京行ける感じだったので夜行バスとか使って行ったりさすらいいですな はいいっぱいですね旅行に行ってその都度いろんなハプニングが起こるんですけどなんとかなるわけですよ、最終的には。でもその中で一番最近で結構焦ったのが最近去年の7月なんです去年最近ですね本けど4連休があったんですよ、これは何かしないともったいないと思って石垣に行くことに決めたんですよ。いいいですねは初の で、そしたら、うん、その日がちょうど、沖縄に台風が3つ近づいてくる日に、かぶってしまって、うんうん、でも、予定で行くと、うん、初日からもろかぶりなんですよ。おうおうでも4連休ってそうそうないじゃないですか。ね、<laughs> どうしても行きたいと思って。<laughs> <laughs> そしたら、直前で1個、うん、1> 一番最初の台風がそれて、で、2個目が、遅れたんだったかな。 で3個目が消えたか、どっちか、2個目か3個目が消えたか遅れたか、去年の話はい、去年の話です。ってなって、それで、なんとかいけるみたいな、なって、強行突破で行ったんですよ。そしたら最後の、2泊3日したんですけど、2泊目の夜に、次の日の朝の飛行機は欠航しますはい出ました 決まってしまっっててし仕事あるのに朝帰って午後から仕事なのに、うん、と思って、うん、やばいと思って、うん、これは何とかして帰らないとって思って、うん、でもそこで、うん。 欠航に気づいたのもちょっと遅かったんで飛行機も全部埋まってるんですよ。<laughs> やばいと思ってでも残ってるのが、うん、もう片道2万5千とかの高いやつ。ああきついな。でこれはまずいな、うん、この金額は払いたくない、ねうん、<laughs> でもなんなんか絶対方法あるはずだって思ってうん、うん、でこうなんかいろんな飛行機会社を調べて、うん、でそれぞれ出なくて。 でいつも ANA 使ってるんですよ。もうこれもうないやと思ってじゃあしょうがないどうせ高いのだったら ANA にしようと思ってうん、うん、見た瞬間に、うん、キャンセルが出たっぽくて5個空いてて「<う>朝一の便が。でそれに奇跡的に乗れたっていうてすごいね。のがあって諦めない心ですな本当 <laughs> に。<laughs> はいなんとかなるんです大体。いやなんとかならんよ。えー、そうですか。うん、俺多分ねもう その時点でも諦めるね、仕事を。あ、そ、そこね。だって、あれですよ、ここで諦めたら、もう、1、2泊ですよ、多分その後も台風が近づいてきてたので。それは悲惨だね。これは行かないか。絶対帰らないといけない,い確かに、もう、石垣なんてね、何日もいれないしね。うん、はいもう。いや、でも楽しかったですよ。<laughs> でも、いるにも、やっぱり、レンタカー借りるんで。 レンタカー借りたり宿取ったりするんでやっぱお金もどんどんかかっていくしその間仕事をしないっていうこのやばいっていうやつで焦りましたねに焦るよねでもやっぱ諦めないっていうのは大事かもね何事もはいなるほどそうな皆さんまだまだ緊急事態でメールお待ちしておりますメールテーマはメールアドレスははい7 6 1ク f m コタ はい、それではここで一曲お送りします。えっ、ー、と、モンゴル800とソフェさんがコラボして作った歌、一人じゃない。 お送りしたのはモンゴル800 with ソフェ一人じゃないでした、えー、まだまだメールお待ちしております緊急事態で、えー、メールお待ちしておりますメールアドレスが761 at mark fmcoza.jp でございますこの後 CM の後まだまだメール紹介していきたいと思いますよろしく はい。それではですね、ここでメールをいただいているので、紹介させていただきます。はい。えっと、まず、うん、深夜さん。青野軍団さんね。あ、青野軍団さん。はい、<laughs> ごめんなさい。名前呼ばないでください、ねうん。青の軍団さんから失礼しました。はい、<laughs> えっと、ざいますっていうことで、はい、おはようございますっていうことですね。うん、えー、あーずじゃなくて、なにちゃんね、山内さん。 声がまったりしてて素敵よということでありがとうございます。はい、じゃあミクーク、自己紹介してください。はい、私は FM コダでスタッフをさせてもらってるミクークと申します。出身が新潟になっています。はい、はい、何歳ですか ?23 です。ねえ、<laughs> 若いっすね。軍団さん、どうですか、はい、?23。これが40。もう、誕生日来たのえっと、いや、3月なので、当分。あ、もうじゃあ23万。はい はい、ンです23俺が41一。あ？いくつ違うの <laughs> 18?10 うわ十18だよわあ。すごいなびっくりするわへ <laughs> えー、そうなんですね気づかなかったです衝撃ですね <laughs> 数にして聞くとなんかだって18歳、えー、俺が18歳の時生まれたんじゃ <laughs> 18なんて言ったらもう <laughs> はい あれですよだいたいいろんなことしてますからね <laughs> <laughs> まあそうですねそうだいたいこんな感じでしたからね<生> <laughs> 成り立ってたんですねはい大変ですよ <laughs> はい軍団、はい、さんよろしくお願いしますスミクでございますそしてはい続いてアララガマサイガーさんからいただいてます、はい、山内さんピンチヒッターのミクおはようございます、うんはい、おはようございますアララガマサイガーですはい 今日のテーマ、緊急事態ですが、うん、緊急事態が起こったら、落ち着いて対応するように心がけています。<お>焦ってもいい対応できないので、落ち着いて何をすべきかを考え行動します。俺は介護施設で働いているから、職員の自分たちが慌てたら、お年寄りも不安になるので、慌てないようにしてます。すごいね。はい。すごい、なんかプロ意識が。めっちゃすごい。ね でも自分の娘に緊急事態が起こったらあたふたしますけどね <laughs> <laughs> 以上「あららがまさえが」でしたということでいただきました、はい、自分の子供は別ということですねそうですね、はい、まあね特権ですからね、うん、<laughs> 子供一人の時はさちっちゃい時は、はいはい、ちょっとでも熱上がったらもううんどうするどうするっつって本当にあれなんか子供ってさ夜中咳しながら吐くわけやげえってそうなんですか そんな時も,、はい、もうこれってもうなんていうの期間が短いとかいろいろ<ー>食堂が短いとかいろいろあるんだけど、はい、もう今は分かるわけだから全然慌てないんだけど一、うんうん、人目の時は「えもうなんだわ」っつって電慌 <laughs> てて救急行ったりしてましたねこれはんだつってそうなんですねやっぱり、はい、なんか命に関わりそうなので,怖いで、ね、そう怖いわけよ うん、ただ、その、まあ、仕事で緊急事態を迎えたらなるべく確かに落ち着いていたいものですが僕はそっそいなんですよこっち来る前に映像の仕事してたんですけど、はい、えっと朝7時に会社出発、うん、だから6時半には会社いないといけない僕が一番下っ端。 という状況の中起きたのが7時半7時だったかなはいもうその時はさすがにパニックりましたね、はい、もうどうしていいか分からんで一応電話来てたから先輩、はい、もう怖いわけさ <laughs> 映像の先輩って <laughs> もうちょい優しくなればいいのにと思うぐらい怖いわけ <laughs> だからもう「何してる?って」うん、っつって「はあっつって言い訳も何にもできない <laughs> 大変ですね はい、うん <laughs> そうですねそうなんですはいじゃあ続いてお願いしますはいえー、ちょっと本名 OK 今村さんからですはいありがとうございますありがとうございますえっ、ー、と新潟からやってきた白い妖精なんで最初読まないんですか <laughs> <え>おおかわいいって書いてありますか <laughs> そうだねなんか自分で読むの嫌だなと思って <laughs> 飛ばしちゃいましたごめんなさいえっ、ー、と顔は白いが腹は黒いということでなんかいつも言われてるんですけど、まあ、想像にお任せします、はい、期待の新人ミクーということで<お>ありがとうございます、はい、当たり前のように朝の動画でしゃべるつかーさんを撮影するダンディー山内 <laughs> <laughs> 一瞬スタッフと思ったやつささっきそうですねフェイスブックに上がってた画像がつかピーさんです <laughs> はい。えっ、ー、と、おはようございます。あ、メールの続きで、うん、おはようございます。本名、ケ k 今村です。別名、向井治です。<laughs> 絶<対>なんで、また向井治なんかしたのいや、わかんないです。最近名前聞かないなって今思ったんですけど。あは、この人ね、なんかした人のあれを必ず言うわけ。へーじゃあなんか話題になってるんですかね。話題になったのかね。え見てみよう。はい、はい。続きで、みーくーさんは、今日の緊急登板ご苦労様ですありがとうございます。うん、本当よ。 急な呼び出しにも素直に対応するあなたを尊敬します。本当よね。ありがとうございます。急に呼び出してもすぐ来てくれる女僕も大好きです。<laughs> なんか意味違うような気はするんですけどね。ね意味違いますよ。<laughs> はい。えー、ところでミークさん、朝ごはんちゃんと食べてきましたか健康のためには朝卵を食べるといいですよ。<laughs> うん。 卵料理は簡単で栄養価も高い。<laughs> ズボラなミイクでも大丈夫よ。<laughs> ズボラなんですか、かミイク。ズボラですね、私は。料理する。料理は、うん、あの休みだったりします。お<う>それ以外はまあなんかコンビニで済ましたり。まあしょうがないよね。よね <laughs> 全然ズボラじゃないじゃないですか。はい、うんどうですかね。で,かね <laughs> でも朝は化粧をしながら食パン一枚食べてきました。<laughs> あ今日。はい。あ一応やったの。 え、し、しましたよ。そう。コメントでもすっぴんって書いてあったんですけど、全然化粧してますよ。毎日はい。あ、こっち来るときはい。そうなの知ってます。あ、でも一回、一回忘れたときあります。なんか午後くらいに、鏡、トイレでって鏡見たら、あ、今日はしてない誰これ眉ないと思って。あ、そう。眉毛がなくなる。はい。眉毛なくなります怖そうなんです。はい。あで、ごめんなさい。失礼しました。 えっと、さて、テーマ、緊急事態。緊急事態とかけまして、ミークーにもできる簡単な卵料理と解く。その心は、どちらもス、スクランブルで。で <laughs> スクランブルで、ね、ええー、もうさあ、うち間違え大事なところ。これ上手だよ。<laughs> あのですね、皆さん。えー、っとですね、緊急事態とかけまして、<laughs> ミークーにもできる、簡単な卵料理と解く。その心は、<れ>答えはね、スクランブルじゃないですか。 その心はねうん、うん、でもこの人間違って <laughs> スルランブルって書いてありますね <laughs> <laughs> はい,<ー>い惜しい残念、はい、いやでもス,ルランスクランブルってよくわかんないですけどなんでやのよ <laughs> スクランブルエッグってあるでしょ <laughs> はい混ぜるってことでそうそうで緊急事態のことをスクランブルって言うんですよ、えー、だからすごい上手だわけ。 えー、えじゃあのスクランブル交差点みたいな <laughs> それはもう緊急事態だからあの早く行かなきゃいけない早く行かない大変だからっていう <laughs> えー、スクランブルはね緊急事態っていうかねなんていうのかなこのあの交差とかいろいろそういう感じそうそうそうだからいろんな出来事が起こるみたいな、えー、ニュアンスですかねそうなんですね あら、リスちゃん残念だねもうちょいだったい。とってもうまかったのにねはい面白いもう一回送ってくださいはい。この人謎かけ超うまいさそうなんです頭いいんですね頭いいね続いて「また来たよガンダムファイターアルゴガラスキース」テーマ緊急事態それで思い出したのはおとといに友達夫婦と飲みました お互い別で飲んでてからの合流。うん、で、外人ばっかりのバー、クラブで踊って解散。うん、となるはずが友達が酒癖で奥さんにキレて、<laughs> 奥さんとバラバラに歩いていく。うん、夜なのでとりあえず奥さんは安全なところまで見送り、話も聞きました。うんはい、そこで奥さんも泣き出すし、大変でした。<laughs> あれどういうあれかな その後、うん、友達を探しに行くと道で寝ててタクシーまで送るも切れてどっかに行きました、うん、仕方なく帰りましたよ、うん、女の子の涙を見たからダンスイは緊急事態では <laughs> ダンスイ,ンスイ山内氏は最近女性の涙を拭いてあげたことはありますか <laughs> っていうことですね、はい、友達が寄って友達夫婦がねで 奥さんに切れたってこと。ですねそう,そうそう。まあ、作戦癖が悪かったんでしょうね。奥さん,ん。じゃあ、二人の涙を見た?。違う。奥さん。奥さんの涙を見た。すみません。女の子の涙にはね、どうしても勝てないですからね。う,ーんうん。みこえ、最近泣いたことある?。最近ですね、それが昨日ドラマ見て泣いて。いやー、それこっちねえよ。で でもなんかその泣いた時に久々に泣いたなって思ったんですよ、うん、あらそうなんだだから最近なかったなーと思って悔しくてとかもないないですね悲しくてああ、それ、えー、最近泣いたのいつだろうっていうのも思い出せないくらい <laughs> そっかやばいな <laughs> やばいです23歳にしてやばいですね <laughs> やばいですねでもね若い時はそんなあれですよ、うん、もう僕ぐららいになったら 簡単ですぐなくへえびっくりするよよく涙もろくなるって言いますだよあれんでかな不思議だよね別にきっかけはないんですか自然にみたいな30代の半ばぐらいから甲子園で泣くようになったんですよへえそれまではなんで泣いてるかって 救助たちが泣くのは分かるよ。この応援してる人たちが泣いてるのを見てなんでやねんと思ってたらそれ見て僕も泣くんですよ。泣くようになった。なりますよみゆくんそうですね。じゃああと18年後。そうですね。なると思います。いありがとうございます。 えーと次のメールは、うん、えーと、これ、あ、出ました。はい、えーと、お名前が、AKMe、はい、ミックミックファンさん、AKB さんですね。大倉、はい、ですね。本名出しちゃいました。はい、はい、えーと、山内さん、あざあざ、あれ、ミクリン、マイオーシスのリスナーさん、おはみクリン。あずあず体調不良なんやおはくりんって <laughs> おはみくりんはい。あざあざ体調不良なんや。そうなんですよ。そうなんです。残念ながら来週は、きっとね、うん、治るかと思うので。そうですね。楽しみにしててください。はいえー、アザー、ズのピンチヒーター、みくりん。頑張れ、みくりん。笑わら。もうテーマ、行こう。テーマ、緊急事態。 はい。<laughs> 俺はですね、うん、トイレの緊急事態ですわ。またトイレです、ね。トイレネタ多いな、やっぱりね。<laughs> 緊急事態は。はい、はいえー。毎日深夜、ジュース飲んでますから、うん、お腹が冷えて、通勤ラッシュの満員電車中、お腹キュルキュル。やばい。お腹痛くなって、冷や汗が。しかも、特急電車で、何駅通過。<laughs> もう限界。ワオ、で、で、出口まで。<laughs> 競う力入れて我慢した <laughs> やっと駅に到着してトイレに猛ダッシュしてセーフでした山内さんならわかるだろ以上ですということですこれリクエストなかったんですよごめんね池樹さんゲスト曲がえっ、ー、と「日きら最悪の事態」ということだったんですが、うん、はいごめんなさいなしでごめんなさいはい まトイレネタ多いですね。これ電車だと降りれんか最悪だよね。特急ってことは本当にあれですもんね。どうする？何十分とかどうする？どうする？トイレのあ電車の中にはないんですかね？ないじゃん。だって電車わかるでしょ？あめちゃめちゃ揺れますね。違う電車わかるでしょ？はい。えでもあるですよだって。 トイレ？はい。ないのもあるんですけど。あるのもあるの？はい。新幹線とか一緒で。はい。あいや普通の電車とかで。マジで？はい。ああるんだね。はい。えないのかな？いやこの人じゃ知らなかったのかもね。でもないのもあるの。女ばっかり見るから。ああそっか。あ人を見て表情を見てないっていう。じゃ人じゃない。女性。ねあ女性限定。はい。ばっかり見るから。 最近よく来てくれる外人さんがめっちゃなんか言ってめっちゃなんか言ってるけどよくわからないはいありがとうございます続いてはいトさん山内さん美空さんおはようございますおはようございますゼットです緊急事態ですか連休に浮かれて5月は謝税の納付を忘れはいデジなっているさ 助けてくださいっていうことですねはいえそっか俺もちょっと税金忘れてるな31日が期限ですよねマジでやばいな払わないと私も払いましょうぜひぜひはいじゃあ最後はい最後が青の軍団さんから頂いてますテーマ「緊急事態」「ミークーでバラしたの4人目はじめましてだけど」 もう罰として、ドラえもんで謝ってもらっていいね。ばらしたのばら <laughs>、うん、されたの?。あ、名前ね。あー、そっかそっか、そういうことか。うん、すいません。ドラえもんでってなんだろう。ドラえもんの真似で。できる?。ドラえもんできないです。タケコプターみたいな <laughs>。あ、もう全然ですね。あ、やめときましょうか。<laughs> これは。 はい、はい、えー、してして、自分、よ,よくパチンコ屋のトイレ使うんだけどさ、うほうほういつものは個室に入ったら髪があるか確認するんだけど、うん、この日は爆発寸前で触らない入ってしまったから、<laughs> さあ大変。髪がない。大らない。<laughs> デイジなった。ってから、 まずは落ち着こうと、しゃめとって。うん。しめとって <laughs> 考えた結果、まずはウォッシュレットで洗って、うん、外の様子を伺って、カニ歩きで隣の個室に入ったわけさ。<ー>カニ歩き。これで OK と思ったら、隣にも髪がなくてさ。はい<あ>。<laughs> まさに髪に見放されたのか、俺は、と思って。いね。はい。すごいですね。なんかいろと、触らないのさ、大変とかも、すごいですね。えっ、ー、と、あ釣れちゃった えー、まさか髪に見はな、髪に見放されたのか俺はと思って、なんでかわからんけど、元いた個室に戻って、<laughs> 戻って、はは、二個隣の個室に入ったら髪があって助かったんだけど、<laughs> 個室は入るときは髪あるか確認しないでよってことで。わかる。これさ、髪あるのはさ、はい、この習慣づけてても、はい もうこんな緊急時代の時は忘れる時はあるよ。ああ、そうなんですね。うん、しかもシャメ取ってくれてるんですけど。<laughs> 普通に紙ない <laughs>。普通に紙ない、ね。トイレットペーパーのところこれあれじゃない一応、下半身丸出しでこう出てるから、はい、証拠として残したんじゃない一応ないよって。だから俺は下半身丸出しで外に出たんだな、みたいな。あ、なんか言われた時に<う>。<laughs> <laughs> まあ、わからないですけどね。<laughs> わカニハンに行ってて「あいあいあい」つって写メ撮ってしまったかもしれんしああそっかそっか、うん、そうなんですねまあまあ面白いですね <laughs> その状況浮かびますね <laughs> はい、はい、ありがとうございます軍団さんぜひこれからもミークよろしくお願いしますはいよろししくお願いします、はい、あっという間の2時間でしたがはい早いでしょうもうあっという間です本当にそうそう うん、はいミークはこの後とも、はいえー、木曜日にも登場しますので、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、えー、今日のお相手は FM コザミクと山内でした皆さん本当にたくさんのメールありがとうございましたありがとうございます。